皆さんこんにちは。3連休のところご苦労様でございます、今日は初めての方のためにと思いまして、安保法制廃止宮城ネットについて、この耳新しいネームについて、ご説明させていただきます。戦後新憲法の下で憲法5団体をはじめ、多くの平和団体が生まれ活躍してまいりました。特にイラク戦争後は憲法9条の会をはじめ新しい組織がどんどん作られ、平和と民主主義を守るために力強く活動してまいりました。しかし安倍政権の暴走はとどまることを知らず、昨年9月ついに憲法も民意も自由にして戦争法案を強行採決してしまいました。この悪法を廃止に追い込むため、県内のすべての平和団体、平和を愛するすべての個人を一つにまとめるために昨年末発足したばかりがこの組織であります。そしてその直後、宮城憲法9条の会の共同代表は県内有権者代表という立場を取って4党の連合を強く要請いたしました。大変難しい問題もありましたけれども、先般県内の野党連合がめでたく成立したことは新聞テレビで皆さんご承知の通りであります。ネットの第1回の行動は5月29日の5000人大集会と決まりました。これからを生きる若者や子どもたちに戦争のない平和な日本を引き継いでいくためには、皆様の絶大なご協力をお願い申し上げます。さて、先日昭和22年文部省発行の新しい憲法の話という中学1年用の教科書を読み返してみました。よいしょ。ほうほう。はいはい。治安維持法と同じ年に生まれ、軍国少年として育てられ、軍隊では毎日自爆訓練に明け暮れて敗戦を迎えていた私、自由とか人権とか民主主義とかいう言葉には非常に戸惑っておりました。その当時の自分を思い出し、その後の70年も続いたこの平和のありがたさ、大切さを本当にしみじみと再考していたわけでございます。 9.19 の強行採決は民主主義の完全否定であります。あの226事件にも匹敵するクーデターであります。積極的平和主義などと称しての自衛隊の南スーダンなどに対する派遣は必ず国民を戦争の泥沼に引きずり込むきっかけになります。ごめん。1億の日本国民すべてを、アジアのすべての人々を地獄に落としたあの15年戦争は東洋平和のためというスローガンでした。平和という言葉の持つ危うさであります。安倍総理の唱え出した安倍のミクス、1億総活躍という言葉を聞くたびに、私は彼の祖父、当時の商工大臣であった今の通産大臣であります、永久戦犯になって、しかもそこをこずるく逃げた岸信介氏の唱えた統制経済論と一億一新というスローガンを昨日のことのように思い出して鳥肌が立ってならないのであります。戦争は始めるのは意図たやすく、止めることが至難の技であるということは、第二次大戦でポツダム宣言を知りながら、前にしながら竹槍担いで本土決戦などと戯言と言って、
沖縄、広島、長崎、あの大悲劇を生んだ昔を顧みるまでもなく、イラクの攻撃開始半年後に誇らかに高らかに勝利を宣言したアメリカ、それから13年、いまだ足抜きできないアメリカを、そして IS などによるテロ集団の調量爆行を見れば、戦争経験のない若者でも分かるはずであります。ごめん、天王山は7月の選挙であります。あと100日しかありません。大きく警鐘を乱打し、世論を巻き起こし、仲間を増やし、平和を愛する県民の総力を結集して、安保法制廃止のために絶対勝利を勝ち取ろうではありませんか。頑張りましょう。